ジェイコムからお届け、中野ジーンズ図鑑。さあ始まりました、ジェイコムがお届けする全国ご当地ジーンズ図鑑の中野バージョン、中野ジーンズ図鑑。番組 MC を担当しますブル中野です。よろしくお願いします。この番組では毎回中野区で活躍される方をご紹介して、いろいろな話を聞いていこうという番組です。さあ今回のゲストにお越しいただいたのは、社会福祉法人武蔵野良縁の理事長さんでいらっしゃいます、駒野俊夫さんです。駒野俊夫です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組では3つのキーワードからゲストの人生を紐解いていきます。さあ今回のキーワードはこちら。1つ目、武蔵野良縁ってどんなとこ。2つ目、福祉に進むきっかけ。3つ目、人権を守る、ということなんですが、ではまず1つ目のキーワード、武蔵野良縁ってどんなとこということなんですが、武蔵野良縁は一体どんな法人団体なんですか。はい、武蔵野良縁は昭和11年にこの地、はい、中野の江古田というところで、もともと結核病院からスタートしたんですね。でその当時やっぱり結核が蔓延している時代で、はい、うちを含めて、うちの周りにもあと2カ所結核の病院からスタートしているという、はい、そういう状況だったんですね。でただその昭和50年代に入って、でまあ、結核がもうだいぶ下火になって、もうその何かに病院の対象の方をですね、ちょっと法人としても変えていく時期に来たということもあって、うん、でちょうどまあ高齢化が始まったぐらいですかね、はい、高齢人口が 8% ぐらいの時代だったんですね。まだ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 、だから今も 20% 超えてますけれどもね、はいはい、だからその時代に、昭和53年の時に、はい、まあ、転換をして病院自体を老人病棟みたいな形と同時に、はい、特別養護老人ホームっていうのも同時にその時作ったんですね、病院と一緒に。でそれがまあうちの、まあ、今に至る医療と福祉を総合的にやっていきたいというスタートだったんですね。でその後昭和63年ですかね、まあ、中野区内では東京都でまあ第1号の社会福祉法人であり、はい、なおかつ中野区内でも初めての特養だったもんですから、まあ、中野区から昭和63年に西武池袋線の富士見台という駅から徒歩2分ぐらいのところにある上鷺ホームというのがありまして、もともとは東京都が都立のナーシングホームという形で作ったところなんですけれども、はい、まあ、それを中野区に移管をしたと同時に、中野区がうちの法人にそれじゃあまあ最初に手掛けてるとこもあって、そこもやってくれないかということで、その上鷺ホームの特養を2つ目というような形でやり始めたんですね、はい、うん、でそういうふうにやっていく中で、今度はその隣 の、 渋谷区の方から、はい、まあ、渋谷区もまだ、高齢者の施設っていうのは一つもなかった時代なんですね。でその時にその上鷺ホームに併設して作っていた、はい、まあ、高齢者の在宅をこう支援するような施設で、その当時ケアセンターという名称で呼ばれてたんですけどね、はいはい、そのケアセンターを渋谷区にも建設するから、うん、まあ、その作った建物の運営をお願いできないかということ で、 でそこで今度渋谷区でケアセンターの事業を開始したんですね、はい、でそうすると、まあ渋谷区はケアセンターだけじゃなくて、やっぱり特別養護老人ホームも作ってと、うん、はい、いうことになって、でその後特別養護老人ホームを区が作って、それもうちの法人に、まあ、委託をしてきたというような経緯はありますね、うん、でそのすごいですねいろんなところから声がかかって、でもやっぱりそれは一番初めにやり始めたのが、まあ、きっかけですよね。それがそうですね、そうですね、すごい。まだまだ23区内、特に環七の中には、はい、特養がなかった時代 で、 で、はい、うちがまあ最初 の、 その環七の中にできた特養ということもあって、うんうん、23区内、
特に特別養護老人ホームは割と都市部にあんまりなくて、八王子ですとか多摩地区の方にはあったんですけれどもね、はい、そんな関係で渋谷区からも依頼されたり、はい、その後一時期練馬区からもその特養を初めて作って、うん、そこの運営もお願いしたいということでやった時期もあるんですね、はい、今現在は練馬区の事業団がそこを引き継いでやってますけれども、はい、でそこを経て、さらにそのうちとしてはですね、はい、中野区、まあ、ある意味中野区の住民に関し、うん、住民の方々にですねその行き届いた福祉を提供したいなという思いがあって、はい、でさらに平成22年の時ですかね、はい、沼袋の駅の近くに、うんうん、そこはグループホームって言って、はい、認知症の方と職員が、まあ、はい、共同でいろいろこう作業しながら一日の生活を認知症の方でも、うん、はい、過ごせるような形で、まあ、泊まりなんです、はい、で全室基本個室なんですね。あ、すごい。でそういうところを手掛けて、でなおかつそこにショートステイといって、はい、まあ、地域で実はその介護の面倒を見ているけれども、うん、一時的にやっぱりその面倒見られている方も、うん、例えばやっぱりちょっと息抜きで旅行に行きたいですとか、それからやっぱり必要に応じて、はい、お墓参りとか法事があったりですとか、はい、場合によっては介護者の方がちょっと体調崩されちゃったりとかっていうふうにして、うん、こう面倒が見られなくなった時を想定して、うん、一時的にお預かりするショートステイというのがあるんですね、はい、でその施設をその沼袋の方に作りまして、はい、でその後平成25年の時ですかね、今度はその鷺宮の駅からやっぱり、はい、4分ぐらいのところですかね、うん、そこに地域密着型の介護保険のサービスっていうのがあるんですけれども、うん、まあ、細かなこう地域となるべく密接な関係を持ってサービスを提供しようというサービスなんですけれども、はい、その中には訪問介護、うん、まあ、いわゆるヘルパーさん、ヘルパーさんってよく言いますよね、はい、その訪問介護とそれからデイサービスでも、まあ、小さなミニデイサービスっていうのと、はい、それから小規模多機能型居宅介護って正式名称でいうとそういう長ったらしい名前なんですけれども、はい、思いますよね、何だろうそれって、はい、うん、でまさに小規模なんだけれども、うん、多機能を備えた、あ、ね、まあ、施設ですよ、はい、でそれは何を備えてるかというと、うん、まあ、泊まりもできますよ、うん、それから通い、いわゆるデイサービスで、うん、その日中だけ通ってくることもできますよ、うん、それからこちらから職員が先ほどの訪問介護みたく、はい、訪問して、はい、介護を提供しますよ、うん、介護のサービスを提供しますよっていうようなことをやっている施設、はい、からあと都市型経費老人ホームといって、経費の老人ホームっていうのはそうですね、分かりやすい言葉で言うと、うん、高齢者専用のアパートですから基本個室なんですね、はいはい、でただし、うちの場合は食事とお風呂は提供しますよっていうことで、うん、はい、するんです。でそれ以外はもうご自分で大体皆さん、自立している方ですから、うん、勝手にその外出したりですとか、うん、自分の好きなことで そこを過ごされているというような、そういう施設もそこに入っているんですね。すごい、それいいですね、うん、もうなんか老人ホームって言っちゃうと、はい、もうなんかこう出れない人出れないじゃないけど、そうですよね、そういうイメージがあるんですけども、ですよね、普通にマンションで個室で、でも食事とお風呂はあるっていうのがすごいいいですね、はいはい、あとはもう自由に、そうですね、はい、ある程度やっぱりじゃあ体は動けるというか、その方たちは皆さんこうご自分のことは基本的にはできるような方ですね、そうですよね、はい、そうじゃないと寝たきりの方だったらちょっと大変ですね、そうですね、はい、そういう方はまあ先ほど その特別養護老人ホームというところなんですけどね、はい、ただまあ後でちょっと話しますけれども、うん、はい、そういう特別養護老人ホームでもあっても、うん、外に出ることは全然できるとこなんですけれども、うん、なかなかやっぱりそういうふうにこう、なかなかもう入ったらもうね、なんかもう出られないのかなとかって思ってる方はいまだにやっぱり多いのかなって気はしてますね、イメージはありますよね、そうですね、でそれが平成25年にできたとこなんですけれどもね、はい、で直近では平成28年の6月に弥生町のところに、はい、新しく特養をまたそこで運営始めたんですね、うん、
でそれは、ユニット型で全室個室の特養なんですね。で今まで話してきた特別養老人ホームっていうのはうちの場合は多焼室といって、はい、1部屋に4人ぐらいのベッド、はい、ベッドが入ってて、4人ぐらいがそうですね、はい、生活をされてるというのが基本形だったわけですね、うん、でそれを全室が個室で、うん、でユニットっていって、そうですね、なるべく家庭的な雰囲気を出すために、はい、うちの場合ですと8名が1つのユニットという形でグループみたいな、グループみたいな、はい、で8名の方が食事をする場所がちゃんとあって、キッチンもあってというような形で、はいはいはい、そういうユニットがこういくつかあるんですね、はいはいはい、でそういう施設を作って、うん、で今その特養の中で、うん、そういう生活をすることができているという、部屋は別々なんだけども、はいはい、その8人ぐらいでユニットができていて、その人たちは一緒に食事する。この8人でどういうふうに決めるんですか？仲のいい人とかなんですか？それともなんかもうランダムに、微妙ですねつまり仲のいい人っていうふうに決めるのは、うんうん、なかなか難しいですね。やっぱりこう空いていればその待機の中から、はいはい、今度すいません入れますよっていうようなことで、はい、こうよろしければどうぞっていうような感じで入っていただいてるという、ね、うん、やっぱりもう待って、入るのを待ってる人いっぱいいらっしゃるんですか？はいはい、そうですね、ただ一頃ね、私もこの仕事始めた時なんかはまだまだ特別養護老人ホームって少なくて、それこそ待機者が本当にもう何百人っている時代なんですよ。ですから入るまでに2年半待たなきゃいけないとかね。でそれをよくこう周りの方にも申し込みをされた家族の方にもそうやって説明してきた時代があったんですけれども、今はもうだいぶ特養の数が増えたりですとか、 本当ですか、あとはその民間がこう介護サービスを提供する介護付きの有料老人ホームっていうのも相当増えてきてるんですよ、ね、ですから、そうですね、都市部でも半年待たないでももう入れる状況になってると思いますね。そうなんだ、なんかすごいもうずっと待たなくちゃいけないっていうイメージがあって、あとはすごく高いっていうイメージがあったんですよね、はいはい、だからそういうなんかこうお金を出さないと老人ホームって入れないんだなっていうイメージしかなかったです。今話聞いてびっくりしました、はい、有料の老人ホームの場合は、はい、もう金額決まってますから結構高い料金になってますけれども、その特別養老人ホームっていうのは、ある種その 今現在はまだ社会福祉法人しか経営できないんですね、はい、で社会福祉法人が経営する事業でもあるし、介護保険制度の中で収入に応じて一応こう金額が決められてるっていうのがあるんですね。その人に応じてなんですね。その人のその収入に応じてということですね、世帯収入というかそれに応じて、だから基本の料金は例えば9万ぐらいかかりますよって言ってても、それそんなにかかんないで、収入の低い方は入れたりするというようなことがありますね。でさらにその逆で、収入がすごい多い人が特別養護老人ホームを利用する場合には十数万かかってしまうとかっていうね、そういうことはあります。すごくは取らないですね、大体多くたって15、6万ぐらいで済むと思いますね。そんなもんなんで、一番月にいっぱい払う人でもね、はい、月にですよね。そうですね、で、食事も全部ついてて、そうです、はい、すごいですね、でも一応基本は9万というふうに決まってても、もしもちょっと収入の低い人はそれよりも下がるって言ったら本当に嬉しい限りですよね。そうですね、それがやっぱりなんていうんですかね、こういう介護保険制度ということでなるべくたくさんの人が利用できる仕組みっていうことで、国が平成12年ですかね、スタートさせた制度ですので、なんかいろいろやってくれてんだな、みんな。なんかもう9万とかだったら家賃と同じぐらいじゃないですかね、普通のでもね、今みたいな話もやっぱりこう、ご存じない方の方が圧倒的に多くて、そうですね、まだまだね、まだ、私は言っちゃいけないね。いや私はもういいですよ、ブログに出てるからあれですけれどもね、1月の誕生日を迎えると、まだお若いから、はいはい、そう、50ですけども、やっぱりでも父とか母がもしもそういう立場にそういうふうに入るとかなったとしたらすごい調べたと思うんですよね。でも、なかなかまだちょっとそこまで行ってなかったんで、本当知らなかったんですけど、もう良かったです、こうやって聞いといて、もしも何かの時にはこれ
困った時には中野区の武蔵野療園さんに相談すればいいってことですよね、これは。はい、そうです。すごいですね。まあ、うちだけじゃやっぱりどうしてもさまざまなその疾病を抱えたりですとかね、やっぱりその認知症の度合いであったりですとかね、いろんなものに対応できるかっていうと、すぐにやっぱり満床であったら対応できないですしね、入れないっていうようなことも出たりですとか、そういう時にやっぱり中野区全体でそれをその支えていくような仕組みがね、どんどん広げていければね、一番いいのかなと思ってるんです。だからセーフティーネットがネットワーク化するみたいなね、バーッとこう広がっていくような形になるといいなと思って、まあ、なるべくそういう意味じゃ私自身が地域のその町会の方々ですとかね、あと民生委員の方々ですとか、まあ、そういう方々とのこう顔見知りの関係を増やしていきながら、なおかつあと中野区内には中野区の介護保険事業者がこう集まっている中野区介護サービス事業所連絡会っていうのがもうすでに介護保険制度ができたと、まあある種同時くらいというかね、翌年にはもう出来上がってるぐらいの活動をしているところがあるんですよ。でそういうところともやっぱり一緒になって連携しながら、そのネットワーク化を進めていければいいなというふうには思っています。武蔵野療園さんの人数ってどのぐらいいるんですか？ですね、今職員数は全部合わせると、600人ちょっとかける580人ぐらいかなと思います、ね、やっぱりでもそのぐらいいないと、やっぱりあちこちにいろいろデイサービス行ったりとかいろんなことは、なかなかできないですよね、はい、すごい。だからいろんなね、その、まあ、中野区の中に社会不祥事が結構あるんですけれども、まあ、社会不祥事のみんなでちょっと協力して、地域の方々に、まあ、施設を開放するって言いますかね、やっぱり施設っていうのは誰のものでもなくて地域のものだっていうことをやっぱりこう広めていきたいなと思うんですね。だから先ほどのように施設に入ったらなんか出られないんじゃなくて、施設は誰でも利用できて誰でもその外に出ることができる施設だっていうことでは、施設の中にあるその専門的なね、例えば人材にしても働いてる職員というのは看護師さん、お医者さん、それからまあいわゆるリハビリの専門のね、PT とか OT の方ですとか、決まった方しかいらっしゃらないですもんね、栄養士とか、まあ介護する介護職とか介護福祉とか社会福祉とかね、そういう専門職の方がたくさん働いてるんで、そういう人たちに何かちょっとこう困った時のためにどうしたらいいのかっていう相談がね、できるようなものとか、あとは実際に出向いていってそういう講座を開いてくれないかとかね、そういうところがあればこう出かけるような形をとってたりですとか、あと備品なんかもその車椅子のね貸し出しも含めて、施設って年間いろんなその行事やったりするんで。結構楽しいお祭りごとの、その、なんていうんですか、こう機材というかね、そういうのもたくさん揃えてるん で、でそういうのも貸し出ししますよですとか、あと、まあ、施設の中には多目的に使えるような部屋があるんですよ、でそういう部屋を、まあ、外の方がこういうことで利用したいんだって言えばですね、それを開放してどうぞどうぞっていうような感じでやっていただくとか、そんなことがやっぱりできるように、どん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 広がればいいなと思いますね。続きは来週です。引き続き駒野さんにお話を伺います。